今日これから、5回目の、レッスンしていきたいと思います。今日は以前やったことがある、先生でバングラディッシュの方ですね。今日も引き続き、写真の説明の、レッスンをしていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、5日目のレッスン終わってきました。やっぱり2回目だったので、まあその1回会ったことある人とだったので、ちょっとリラックスしてやることができました。私がビートルズが好きだっていうことを話したら、ビートルズに関する教材が、あったので、急遽、まあ、写真のディスクリプションじゃなくて、今日はビートルズについての記事を読んで、それについてディスカッションしていくという内容のレッスンをしました。まあ私もそのビートルズに関連する、教材があると思ってなかったんで、まあそういう、まあ、いろんな教材があるっていうところも、DMMA 会話のいいところなのかなと、思いました。そうですね、これを続けていくことで自分のレベルが勝手に上がるかというとそんなことはないと思うんですが、レッスンの内容、学んだ内容をちゃんと振り返る時間を作りながら、回数を重ねていくことができれば、上達にはつながっていくのかなと思いました。引き続き続けていきたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。